実際すごく票も割れたというか感じもあって、で、まあ、いろんな審査員が各それぞれの基準で選んでいくわけなんですけども、まあ、僕自身も評価が割れたっていうのはそのどれをいいと思うかっていう割れ方もあるんですけど、言葉というものの使われ方がいろんなバリエーションがあって、それぞれみんな評価したいって気持ちがあって、そういう意味でなんか評価が割れたのかなっていう印象があって、僕はとても面白く審査をさせてもらったという感じですね。はい、僕はグランプリを取った、三井住友カードっていうのはすごくいいなと思っていて、でそれもそのさっき言った言葉の使い方で言うと、いわゆるすごく名言的ないい話をするという言葉の使い方なのか、ものすごくキャッチーな話をするということか、そういうことでもなくて、本当に言葉一個一個で人の考え方を規定していく感じっていうか、思考をちゃんとこう整理していって一つの考え方にちゃんと導いていく感じっていうのが、その言葉の使われ方ですよね。人の思考をピシッピシッとこう決めていく感じ、あれの言葉の積み重ね方がすごく素敵で、なんか言葉一個で脅かすとか言葉一個でびっくりさせるとは全然違うコピーの使い方っていうかで、まあ、もちろんそれは昔からある一つのコピーの作法なんでしょうけど、それがすごく鮮やかに決まって、いい広告だなと思って票をずっと入れてました。はい、審査委員長賞に選んだんですけども、オロナインエッジ南港の、広告っていうのが割とあれシリーズで前 2,3 年前からあれやってると思うんですけど、割と好きで、あれもその恐る恐るとかグワーンとかいわゆるまあ擬音みたいなものがテロップと一緒に使われていること で擬音っていうのは基本的にはコピーライター的に言うと擬音って基本ムードなので、あんま擬音を使ったコピーって良くならないんですよね、ムードに流れるので。ただああいうふうに広告コマーシャルの中で言葉を擬音としていい意味で言葉をあんだけムードで使うっていうのは珍しくて新しくて、言葉の使い方として面白いなってずっと思ってたので、今回まあ審査委員長をやらせてもらって、で今回も出品していただいて賞に選べてよかったなというふうに思ってます。あと手は楽しいのだっていう明らかんとしたコピーも変に分かりやすく結論付けるんじゃなくて、ちょっと見る側に最後あここまでムードに盛り上げて最後見る側に委ねるんだっていう読後感も昔から割と好きで、まあ、今回賞を差し上げられてちょっと嬉しいなと思ってます。もう一個は後楽園というラーメン屋さんの2億円事件がやっぱ新聞広告をどうしていいか分かんないっていう時に、まあ、ああいう使い方しかもう新聞広告って残ってないだろうなというところもあって、で社会的な問題に触れているということもそうですし、基本的にすごくいい話なんだけど、それをちゃんと言葉一個で見る側にいい話なんだけどちゃんと面白く伝えようとしている感じがあって、それがすごくうまくいった例としていいなと思って一応賞を出してみようかなと思いました。もう一つはドクタールーペっていうがんの検診のものだと思うんですけども、あれポスターとかあとウェブムービーかな、まあ、残っていて、であれもそのがんのにまつわる、まあ、コピー言葉たちなんですけど、その昨今あるがんイコール撲滅っていうのとはちょっと違う、がんって所詮自分の細胞なのでがんと共に生きるっていう言い方されてますけど、がんと共に生きるっていうのもがんになった人からするとそんな生優しいものじゃないと思うんですけど、でもがんっていうものと共に生きるってどういうことなのかっていうのはすごく丁寧にある種ストーリーとして描いていて、これもちゃんとした仕事だなと思ってとても新しく見て、まあ賞をあげる機会があったので今回選ばせてもらいました。はい、新人賞は本当にレベルが高くて、新人賞の投票は新人賞差し上げたいなと思った方に1票入れて、積極的に押したいなって方に2票入れるみたいなことなんですけども、その1票っていうのはもうバンバン入っちゃうんですよね、どれもレベルが高くて。なので今回取れなかった方も
まあ変な言い方ですけど決して僕は落ち込む必要もないし、で逆に今回取っちゃった方は本当に力があってなおかつすごく運のいい人だなっていうことを思っていただいていいんじゃないかなと思いました。こちらに倉根さん名として日本財団って書いてありますけども、10億円会議っていうような企画で、ブラック企業に勤めていたあなただから考えられる世界の救い方があるとか、あのシリーズは僕実際に駅で掲載を見て、その何だろうな、世界を救おうっていうメッセージはすごく簡単なんですけど、そこを本当にやるべき人っていうのが別にね聖人君子じゃなくて、本当に辛い人間こそそれができるんじゃないかっていうのはすごくいい話だなっていうか、いいメッセージだなと思っていて、これも受賞できなかったのがすごく残念というか、それぐらいレベルが高いんだなというのが感想としてあります。はい、あとナノユニバースの商品広告のあれ、多分店頭のポスターとか作られてると思うんですけども、それもねすごくどれも的確な、努力なき美脚とかってコピーありましたけども、派手さはないんですけど、すごく店頭でしっかりとワークしそうなコピーワークがしっかり並んでいて、すごく力のある方なんだろうなってことをすごく思いました。はい、その通販アプリのバイマっていうのは企画も含めてすごく面白かったんですよね。はい、それとその方が出してるスーパーフライのいい声も悪い声も楽しいから困るとかっていうのも、なんかすごくスーパーフライの CD を買う人の気持ちがすごくしっかり描けてて、この人もすごく力のある方だろうなというふうに思って、まあ、そんな方がすごくたくさんいらっしゃって、本当に今年の新人賞は大変だったと思います。はい、個人的には見応えとか読み応えのあるものが去年とかより多かったなっていう印象はあったので、審査としては結構楽しかったなっていうのがあって、で特にウェブが、いい意味で淘汰されてきてるっていうか、みんなそのウェブっていうメディアでの楽しみ方が分かって作ってきてるようなものだから、無駄に長くないとか、むしろ短めで勝負するとか、そのシリーズの組み立て方とかみたいなことをやっぱこう分かって出してきてるものが残っててみたいな感じがして、だから何ですかね、結構楽しく、まあいい意味で悩みながら審査ができたなっていう印象ですね。やっぱりジェームスの要は10秒っていう今までにない尺で、しかもウェブはどちらかというと長く尺が使えるっていうところにみんな可能性を見出してたところを、そのテレビのスポットよりも短い尺で連作にするって、なんていうのかな、新しいじゃないですか。それ自体がまず新しくて、でしかもそれをきちんとクオリティも保ってたみたいなのは、すごくこうなんだろう、健全なチャレンジっていうか、いいチャレン形も結果もちゃんと出てて、すごくいいなっていうふうに思いましたね。個人的に好きだったのは新聞の緊張の買うまでが広告です、拡散するまでが広告ですっていうのを、なんだろう、新聞で言ってたっていう行為自体がすごい面白いなっていうか、なかなか言えないじゃないですか。そこまで責任背負えないから普通広告って、それを背負ってあえて確信犯で言うみたいなのが面白かったし、それが新聞だっていうのもちょっと個人的には面白かったっていうか、そういうのに一瞬不向きなメディアのようなところだからこそ言えたのかなみたいなのも含めて印象的ですけどね。すごく新人賞は結構僕はそういう意味では10と5で迷ったというか、タウンワークのバイトの女の子のいわゆるそのリアリティというのか、今の気分をバーって押し出したやつと、あとはカップルの DV の映像ですよね。あれがなんか僕の中ではこう両端でいいなっていう感じ。いらっしゃいませ。お客様何名様ですか？4名様ですね。かしこまりました。4名様3択倒せる？すいません、お待たせいたしました。それではご案内します。ママが3つ、はい。と
レモンサワーですね。はい、はい、まるちゃんです。ありがとうございます。また来てください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。なんか食欲ないんだよね。なんかさ、いつもあんなに食べてんじゃん。ダイエット？ダイエットじゃないけどさ、なんか一人で痩せようとしてない？ね、違うよ。なんかさ、千尋可愛いし。愛してるって誰かと言い合う時が来るなんて思ってもなかった。ダイエットしなきゃかもしんないけど、初めて言われた時恥ずかしくて笑っちゃったけど、私の心の何かが溶けた。千尋どうしたの？大丈夫？千尋ゴムつけて。大丈夫っしょ。私たちは愛し合ってる。みんなが羨むくらいに。けど赤ちゃんなんて無理だよ。特にそのカップル DV の方は、また違った意味でウェブの可能性をちゃんと生かしてるなと思ってて、それはどういうことかっていうと、マスでは使えない扱えない単語フレーズ、要は放送コード、コンプライアンスに引っかかるみたいな、やっぱり使えない単語っていっぱいある。でそこのコードを超えてこれる場所が実はまだメディアだ、あのウェブだったりするから、そのウェブでしか使えない単語を使う場所ってちゃんと自覚して攻めてきてる感じって、実はその表現がどうこう以前にウェブならではだと思うんですよ。だからあのカップルの DV のやつはそこをよく分かってる。で、あそこのあの生っぽい言葉を発しない限り、日頃あの言葉を使ってる人たちの共感は取れないというか、自分も我慢しなくていいんだって思えない。あそこオブラートに包んでたら多分無理で、オブラートに包まないで同じことをあなたも言っていいんだよっていうふうにグイッと来れたのは、やっぱウェブならではだと思うんですね。だからウェブのその意味っていう観点での使い方が巧みだなと思ってて、あれはすごく良かったなと。タウンワークの方、タウンワークですよね。あれはすごく面白かったけど、できればあれをテレビとして見たかったなっていうのがやっぱりちょっとあって、拡散を待たずにテレビっていう積極的な場所に出てくるぐらいでもいいのになって思いながら見てましたけど、要は日本のその現金信仰が強いっていう、まあ、安全だということもあってというのがあるので、いわゆるその便利だとか合理性みたいなことでキャッシュレスを推奨したりしても、要するにもう心がそっちに向かってないから、うん、推進力にならないなっていう思いがあったので、現金を疑うところからもう一回始めてみようかなっていう。別に変に不安を煽るつもりはないんだけど、そこに無自覚でいる人たちにちょっと揺さぶりをかけるようなところから始めて、あのだんだんその本当のキャッシュレスとかいいキャッシュレスっていうふうに話をつなげていければなの、まあだから取っかかりを作りたかった、ものすごい手前だと思います。最高新人賞のフリクションのペンは私もうすごくいいなと思って投票した仕事です。あのすごい、あの見事ですよね。書いてダメなら消してみなっていうところにこう、痛快に落ちる、はい、あのでこう2人組のお笑いの2人組のやり取りも多分お考えになったんでしょうし、すごく見事だったんです。あとお笑いの芸人をうまく使っている仕事が多いなっていう印象もますます増えているなっていう感じがして、関わり方もとっても、うまいし気になるなと思いました。ですね、あのなんだっけな、本になってるのありましたよね。そうそう、道徳ってやつ、あれ面白かったですね。ああいうなんかこう問いかけを、あの根本的なでもすごく現代的な問いかけを一つの本にしていて、なんかああいうツールを、作ったっていうコピーライターが、親子だったり先生と生徒だったり、そういうコミュニケーションを作るツールとしてすごく面白かったです。うん、あとはそうだな、あの意外と意外がいいの歌が私は好きでした。意外がいい、意外がいい、意外がいい、意外がいい。
意外なことに意外なことに意外なことに動物で速いのはチーターよりもツバメだったなんて、しかも超長距離だと人間が最速だなんて、暮らしへのうち暮らしが合成着色料保存料ゼロなくらい意外がいい意外がいい意外が意外意外意外がいい意外がいい。声もいいし、あれはあの家で子供と歌ってました。あとあのちょっとブラックっていうか気持ち悪いとこがいいなと思って。でもやっぱりグランプリ取ったキャッシュレスは私もすごくいいと思いました、思って投票してました。なんかあの日本ってキャッシュレス化遅れている時に、なんか私もあのキャッシュ派なので、その思ってもみなかった心あの脳と体 あのスイッチを押されたというか、あの促されて、しかもすごく、気持ちよく押されたというか、そういう自分の行動を変える、きっかけになるいい CM だったなと思います。はい、上手だなと思いました。はい、でもあーここにアースも相変わらずもうすごく上手で、若さなんて転がる石とか、あの言うほど武器じゃないとかよしってあのみんなが言いたくてもあんまり声大きく言えてないことをこううまく言ってくれてるっていう意味では、アース本当毎年いいし、ニコアンドもあの新しくアースの対抗勢力みたいな感じで、ニコはニコでうまいなって思って見てました。はい、出会う似合うとかそういうようなコピーもすごく良かったし、そうですね、あの一コピーライターとしては、あの例えば今年のその送る福島新聞とか、あと去年でしたけどあの並べる防災とか、あ今年あの新人賞の方で残ってたあの肌色のクレヨンとか、ああいうなんていうのかな、問題に対してのそこう問題提起とそれに対するこうあのこうしたらっていうアイディアが形、あのそういう企画が最終的にコピー化されているっていうか、そういうなんか、ね、コピー一本っていうことではなく、全てが一つ あのパッケージになっているというか、企画そのものがすごく優れていて、その結果としてコピーライティングがあるみたいな、そういうあの企画をもっと評価できたらなって TCC としては思ってます。